ちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はかぐや様の相関図をやるのよね。2022年4月から第3シーズンやるやつだな。アニメと映画キャスト混ぜてやるのよね。マリアージュ、だな。主人公は総資産200兆円を誇る巨大財閥篠宮グループの霊嬢なのよね。財布には現金10万円とブラックカードを常備など、かなり浮世離れした生活を送るのよね。筋金入りの箱入り娘であるため、世間知らずで世俗に疎いところがあり、庶民的な物事に憧れる一面もあるんだぜ。もう一人の主人公、周知院学園に入学して1週間の頃、全生徒会長に勧められて池の清掃ボランティア活動した際、池に落ちた女生徒を助けたかぐやに惚れて、生徒会長を目指すようになるのよね。そうなのか、アニメや映画だけしか見てなかったので知らなかったぜ。素直になれない二人は、いつしか自分から告白することを負けと捉え、いかにして相手に告白させるかばかりを考えるようになるのよね。やれやれな二人だぜ。本作のヒロイン、生徒会初期、3月3日生まれ、海外旅行とラーメンが好き。メニュー選びは称賛されるほどなのよね。天真爛漫で心優しい性格だが、かなりの天然で非常識かつ厚顔無恥な面があるんだぜ。人が悔しがる姿を見るのが好きだったり、怯えている相手を煽ったり、性格の悪さを見せることも多いんだぜ。本作の裏主人公、生徒会会計、3月3日生まれ、零細玩具メーカーの次男であり、その会社の経理を見ているのよね。母の影響を受け、花好きで、花言葉などに詳しいんだぜ。人間観察力が高く、余計なことに気づいて人の地雷を踏むことが多いのよね。特にかぐやの負の側面をたびたび目撃するため異常に恐れていたが、かぐやの方は親近感を持ち、大事な後輩として正しく導こうと困ったことがあると強引ながらも助けているため、案外優しいと認識を改めているんだぜ。6月25日生まれ、B 型、大手造船会社会長の娘で、経団連理事の孫、成績も上位一桁に入るほど優秀だったのよね。温和で面倒見がいいが、したたかで打算的な面があり、かぐやとは価値観が近いのよね。かぐやに恋愛相談したのがきっかけで懇意になるんだぜ。ヤンデレの気質がややあり、彼の浮気を疑った時には殺意を口にしたりもしてるんだぜ。8月25日生まれ、A 型、病院長の息子、白金に恋愛相談し、白金の開発した壁ダーンによって渚への告白に成功するのよね。成績上位の渚に勉強を教えてもらっており、テストの学年順位は上昇しているが、渚は反対に下降しているんだぜ。夏休み明けに容姿が軽薄に変貌し、相談内容も次第にのろけになってきており、生徒会メンバーからは疎まれ始めているのよね。40代、本名不明で、職業不定、工場経営に失敗した白金の父、借金5億円チャンネルというチャンネルを開設し、YouTube を始めた結果、キャラクターとトーク力が受けチャンネルは収益化に成功したのよね。かぐやからはヤバい中年と苦手意識を持たれている。三者面談ではかぐやの父親代わりを勝手に務めたんだぜ。みゆきの妹、中等部生徒会会計、8月1日生まれ、 B 型、まっすぐな性格で同級生たちからも男女問わず人気がある。家の経済状態から兄同様、経済観念が発達しているのよね。新聞配達をしているが、稼いだ給料は全て家計の足しとしているのよね。中学生なのになんていい子なんだぜ。思考形態や好みも兄に似ており、かぐやのことが好きなのよね。反抗期を迎え、口汚く罵るなど表面上の関係は悪くなっているが、実際には兄のことを自慢に思っているんだぜ。1月1日生まれ、 AB 型、帝という双子の弟がいる。篠宮家の血筋で、かぐやの遠縁の冒険貴族に当たるのよね。目上の人を敬うという名目でかぐやをおばさまと呼んでいるが、かぐやには嫌がられているのよね。石神にはツンデレ先輩と呼ばれているんだぜ。篠宮グループ幹部の娘で、アイルランド人のクォーター。4月2日生まれ、家は代々篠宮家に忠誠を誓う家系であり、就学中のかぐやをサポートする人員として養老部から継続して周知院学園に送り込まれているのよね。本業である近似職には篠宮グループからしっかり給与が支払われており、月給50万円ボーナス年400万円なんだぜ。かぐやが倒れた際に担当した医師、世界の名医10選に選ばれるほどの天才心臓外科医。かぐやを診察した際に恋の病と診断し、自分も動揺していたのよね。早坂もその場にいて、いたたまれない状況になっていたのよね。17歳の時に子供ができ、その息子も17歳でできちゃった婚をしたのよね。実は田沼翼の祖父なんだぜ。かぐやちゃんは食べちゃいたいランキング1位と発言するなどややサイコパスで、かぐやは苦手意識を持っているのよね。中等部生徒会副会長、6月26日生まれ、AB 型、姉二人同様、偏った性癖を持つのよね。白金の妹のケイトは同級生で仲が良いのよね。ケイを一生地下牢に閉じ込めて可愛がりたいとも言っているんだぜ。クリスマスパーティーでは、白金とのプレゼント交換をめぐりかぐやを牽制していたんだぜ。藤原家の長女、爆乳、スプラッタ映画好き、
本当に育てられたのよね。藤原豊美は、クリスマスツリーを門松に改造するなどエキセントリックなんだぜ。上から下まで悪の強い姉妹である近い枠、うちの家族私以外ちょっと変なんです。が姉妹仲は良好であり、夏休みには3人で海外旅行に出かけていたんだぜ。藤原家の飼い犬、目つきが悪く、明るい毛の色で白金に似ており、かぐやも好きなものとしてあげているのよね。フェスのチンチンネタで、かぐやが爆笑していたんだぜ。藤原家父、政治家、豊美を奔放に育てすぎた反省から近いは締め付けを強めているのよね。真帆が貧乳なので三姉妹が巨乳なのは父方の遺伝とかぐやは推察しているんだぜ。曽祖父が元総理大臣、叔父が現職の省大臣を務めているなど政治家一族の血統なのよね。高等部1年 A 組の女子、テーブルゲーム部員、罰ゲームで半濁音を奪われているのよね。高等部女子学生寮に住んでいるだぜ。牧原小杖のあだ名は、マッキー先輩。高等部3年 A 組の女子、テーブルゲーム部員、最初は寺子だったがギガ子に降格した。2学期期末試験時にはさらにメガ子に降格していたのよね。卒業に際し、3年生を一度留年していること、進路がプロゲーマーであること、校長の孫であることが明かされ、石神はあれの孫？と驚いていたんだぜ。本作の裏ヒロイン、アニメでは2期から登場、入学時から学年1位をキープする秀才であるが、真面目で融通の利かない性格で上がり症なのよね。オタク趣味を持つ夢女子で、加えて坊主頭フェチだったり、男性にひたすら肯定されるものや、心音といった特殊な音声データを BGM として愛用するなど、おかしな性癖も有するんだぜ。白金に勧誘されて白金に決め生徒会の会計監査を務める。風紀委員との兼任のため、生徒会には遅れてやってくることが多い。その結果、かぐやたちが生徒会室で起こしたドタバタの機能、部分を知らないことが多く、そのまま白金らについても誤解している部分もかなり多いのよね。6月6日生まれ、B 型、母子家庭、両親ともに芸能人であり、本人も幼少期は子役として活躍していたのよね。しかし親の不倫スキャンダルや、周囲の嫉妬ややっかみが負担となり、人前に出るのが苦手になったんだぜ。実は石神のことは恋にはならなかったが好きなんだぜ。高等部3年 B 組の男子、ラグビー部所属、体育祭の赤組応援団団長、石神からは体育祭が終わっても団長と呼ばれ続けているのよね。彼女と別れて、その昇進をきっかけにアイドルに傾倒する。筋肉に対するこだわりが強く、石神に筋トレを勧めていたんだぜ。同学年のツバメとは仲が良く、石神からはツバメと付き合っているのではないかと疑われていたのよね。高等部3年 A 組の女子、新体操部所属、4月4日生まれ、体育祭の赤組応援団副団長や文化祭の実行委員長を積極的に務め、学園生活最後の行事を満喫しているのよね。裏表のない性格で面倒見が良く、男女問わず相手にフランクに接し、下級生からも人気があるんだぜ。実は小鉢と付き合っていた。しかし、ノリが合わなかったという理由で冬休み中に別たのよね。石神の中等部時代の同級生、クラスで浮いていた石神に明るく接していた女の子、高等部には学力試験で合格できなかったため進学できなかったのよね。中等部時代、交際していたが、石神と彼氏の暴力沙汰をきっかけに破局のよね。騒動の真相を知らないこともあり、高等部の体育祭に訪れた時には石神を責めたが、当の本人からはうるせえバーカと突き返されたんだぜ。大友の中等部時代の彼氏で演劇部の部長、表向きは大友と清い交際をする一方、裏では大友をもてあそぼうとしていたのよね。それに感づいた石神に忠告されるも聞き入れなかったため、暴力沙汰に発展してしまうのよね。そして石神は停学処分となってしまうのよね。大友との破局後、生徒会によって真相を暴かれ最終的に学園から追放させられたんだぜ。その後の消息は一切不明。かぐやが何かしたかもなんだぜ。白金、篠宮、藤原、石神、プラス飯野の5人が生徒会なのよね。会長を務める者には、伝統ある純金飾りをが手渡されるんだぜ。柏木、田沼、市場はボランティア部に所属している。募金活動とかやっていたわよね。牧は渚と翼が付き合うことになってからは二人のデートシーンに隠れキャラのように潜んでいるんだぜ。藤原、牧原、寺島は、テーブルゲーム部。ボードゲームもテーブルゲームの一種と言えるが、同義ではないのよね。飯野とおさらぎは風紀委員なのよね。校内の風紀を守るために活動するので疎まれることもあるのよね。石神の青春の1ページ。楽しい学園生活を送るきっかけとなったんだぜ。マジマンジが面白かったわよね。政治家の父と外交官の母を持ち、三姉妹の次女。曽祖父が元総理大臣で叔父が現職の省大臣であるなど、政治家一家であるのよね。
して、母親の希望により幼稚園受験と小学校受験をするもいずれも失敗し、それ以降母からの関心がうせ彼女が家を出て行ったのよね。結構辛い現実だぜ。篠宮家の本邸は京都にあるが、泉岳寺にある篠宮別邸に住んでいるのよね。以上がかぐや様は小倉世帯の相関図なのよね。第3期がどうなるのか楽しみだぜ。最後まで見てくれてありがとうなのよね。チャンネル登録と高評価よろしくだぜ。それでは最後に、マリマリマリアージュ。意味不明だな。